マリーンズの先発岩下でした。その立ち上がり、ワンアウト三塁二塁で4番の中村剛也、ライト線に持っていきます。まあ、投げミスを、ね、許してくれなかったんですよね。そうでしたね。はい、コースに構えたボールが甘めに入ってきたところをうまく打たれましたね。先制の2点タイムリーヒット。この後ワンアウト二塁一塁で注目の栗山、第一打席いきなり打ちました。タイムリーツーベース。栗山自然体ですよね。うん、力みがないですよね。はい、このボールに対してもしっかり芯に当てますよね。1997本目のヒット。そして山川がスリーランホームラン。これはうまかったですよ、ね、すくい上げるんではなくてね、ボールの下にバットを入れましたよね。はい、1回の表6点を取ったライオンズです。ライオンズの先発ニール、その立ち上がり2アウト満塁でバッター山口、弾んだ打球サードスパンジェンバーグ、内野安打とエラーが記録されてマリンズ2点が入ります。6対2。2回のマリンズ、8番の藤岡雄大がライトスタンドに持っていきます。うまく打ちましたね。これね、投げミスなんですよね。アウトコースのチェンジアップ気味のやつがインサイド入ってきましたけどね、うまく対応しました。6対3、3点差になります。そして3回からマリンズはマウンドに中村トシアを送ったんですが、4回9番の川越、この豪快な一撃、すごいバッティングでした。ね、左投手から打ちましたもんね。はい、さらにこの後ワンアウト二塁となって森、もうちょっとでホームランという当たりでした。ここに当たりました。タイムリーツーベース。4回にライオンズが2点取ります。そして4回の裏マリンズが追撃、ワンアウト満塁で藤原、変わったピッチャー水上から、ここはレフトの栗山がうまく取ったんですが犠牲フライになります。1点返して8対4、4点差。なおも満塁で2アウト満塁、マーティン入れば同点満塁ホームランという打球だったんですが、ちょっと惜しかったですね。そうですね、もう少し引っ張ってくれたらよかったんですけどね。はい、紙一重でした。5回です。マウンド上には平井、ワンアウトから山口ツーベース、そして安田、ライトオーバー、フェンスダイレクトのタイムリーツーベース。じりじりっとマリンズが追い上げます。8対5、3点差。しかし6回のライオンズ打線がつながりました。ピッチャー東に対して中村剛也、レフト前タイムリーヒット、9点目。このあと栗山に1998本目のヒットが出ます。栗山今日2安打。そしてワンアウト満塁で山川の打球、ピッチャー東取ってバックホーム、悪送球。この角度は、ね、なかなかステップ踏みづらいんですよね。ミス起きやすいですけどね。はい、痛いミスが出てしまいました。2点入ります。続く山田がセンターへ犠牲フライ。結局6回にライオンズは4点取ってマリンズを突き放しました。7回です。マリンズこの回からマウンドに小野を送りますが、ノーアウト満塁で中村剛也、この内野ゴロでランナー三塁ランナー帰って1点入ります。続くこの先がライトへ犠牲フライ。ライオンズが7回に2点を加えて14点目が入りました。栗山の5打席目は空振りの三振でした。8回のマリンズ、ライオンズは増田をマウンドに送りますが、ランナー2人置いてレアード、
左中間へ2点タイムリーツーベース。人が出てなかったんでね、良かったですよね。そうですね、はい、マリーンズが2点を返します。そして9回はなんとこの点差で平が出てきました。その平がしっかりと3人で抑えて試合終了です。14対7、ライオンズの大勝というゲームになりました。